はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。こちらですね、新たな、作家クエストが、始まりました。それが、金色モザイクの原先生のストーリー、金色ダークネスですね。これも本日8月27日なんですが、17時から、スタートしております。アリスと不安と嫉妬がついに爆発。なんと力が宿ってしまうのか。おお、駆け押し漫画を見れてしまう。このように、召喚もありますよね。いいですね。関連ルームショップには関連アイテムを。ピックアップ召喚ですね。アリスとほのか。これいつからだったっけ ?20、もう始まってるんですね。じゃあ、今回は。もう深夜ってことなんで、そんなに時間取れませんけど、ガチャだけやっちゃいましょう。中野あずさです。親が、はい、召喚開けてみましょう。こんばんは、夜のお手伝い頑張ります。これですね、今421持ってます。まあこちらもやりたかったんですけど、ステップアップガチャもこうなるとどちらかの召喚するしかないですね。アリス編とほのか編、どっちも捨てがたいな。アリス編やるか。アリス編の出現位置はアリスカターレットが星5ですね。確率は高い。他はまあご覧の通り、いつものメンツです。そうね、ちゃん。星3、星4以上が出ない。さあ、来るぞ。おお、アニマイルを沢谷ですね。たまて。ステラ魔法多いな。平穏のユイ。ゆしきゆずこか。もう一回。いつバージョンゆずこ。フレンドエースのひねり？こんなんいたっけ？選手の沢渡ゆきだ。小羽はもちろんだけど、みんなにも傷ついてほしくないから、私が精一杯守ってあげるよ。次回も頑張ります。ちょっと残念。またいつでも来てくださいね。さあ、本田たまきが化ける。皆さん、ゆいも化ける。狭間にても続きですね。サッカークエスト。今日はどこかへお出かけしますか？ご案内しますよ。それじゃあ一緒に行こうか。でも結構これサッカークエストって難易度高いんですよね。まあ、いろいろクリアしてくれます。冒険だね。
まあ、次回から、こちらの、プレイをやっていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。